ゲームオーバー。じゃあアナン1号とアナン3号、俺とインデックス、最初はグー、じゃんけんぽい、アイコでしょ。 OK、 いいよ、マイク。ハイドしか出ない。ちょっとなんか人数少なすぎてさ、この先月とか中止になったんですけど、この大会ちょっとみんな参加しよう。あーあー、南三号覚えてる？邪魔をするなら片付けるまで。から強そう、どっちもから強そう。あーもうダメ、負ける。あの譲りは負けるよ、詐欺しかしてね。あーダメだあ、おいしい。さあ安いコンボ、あ、読み取れって取れたけどコモ分かんなくて、ここからコモめっちゃ痛いんだけどな。アナウン先生、コンボが安い。ちょっとモギちゃんのプレー見たでしょ。あ、美味しいっすねそれ。あー死んだー。あ、ダッシュシーン出せない。なんであの人空中切り出したの、そういうコンボ。なんだ、味方やばいよこれ。セカンドクローズ、彼大丈夫？あー早く最後見るか。あ、投げが勝ったのを見て投げ返す。シールドしてたの。あー画面端、あー 6B 強いね。あー 6B 強いんだ。あー先生ダッシュシーンより 6B の方がブンブンしてる。さあ投げない、先ダッシュシーン。もうバウンド2回使ってるやべーさあここはちゃんと見ていた。リバースダッシュシーン。さあダッシュダッシュモーダル、あのモーダルだね。メイカンメイカンにえダッシュシーンメイカン、サンダーまで入れて殺せない、負けるそのまま寝てな。ウィン、はい、いやー CS 持ってる相手にそれはないっすわ。はい、勝ったのは元祖アナ。見かけ倒しもいいところだな。次元アナ、終わってない。次はゲームオーバー、キラさんと白木さん、そのまま席座ってもうどっちでもいいでしょ、こんだけ人数少なかったらさ。いや座りたいところあったら言ってくれれば譲りますよ。 1P がいいですって。さあこの組み合わせは結構きついギルダですけど、讃えなさいこの私を。アナン先生このゲームもっとさ広めて、だってもう人いないもん俺、友達少ないから。さあ後で即攻め中断。モノタクが強いんですね。さあ今度にして今度アサルトタク中断。ほんと見えないあの技、汚いね。あーこれは最大までダメでた。さあちょっと体力的にゴールドはきついが、ゴールドはそこから取り返せる力を持っている。グリムが見えた。さあ一本選手は千秋さんのフィルダー、ちゃんとクリスチャンシークをしていい設置。さあゲダン、さあ三振、ここから画面端。さあどういう、どうする、いいよ、はい、体力が後半分切ってる、長い。さあこれは死んだか、さすがに。あーまだ生きてる。さあちょっとコンボ練習しようね。さあこれさっきも見た、位置違うけど。さあ開幕2にして、まあそれなりに補正は緩い。後ろ歩きはもう落としてたか、いや今のは怪しかったな。さあ3時があって
アコン。あーダッシュがちょっと足りなかったか。下段クリスランシュして、クリスン設置して、どちらしたか。あーここ繋がってる。勝ったのは白木さんのヒールだ。次は2号3号だって。はい、次アナン2号とアナン3号、さあやっていこう。ワンピーに座るのがアナン3号で、ツーピーゴに座るのがアナン2号。さあやっていきましょう。お互いランダムランダム。いや2人ともランダム選ぶってことはすごい上手いからね。いやでもいいよ。すごい運命を感じる。でもユーネコ、うん、そうユーネコは暁もケイアスもね、結局弱いキャラ使ってもね強いんでね。唯一使えないのって多分バティスタとユジリ派なんだと思うんだ。一方のねインデックスのケイアスですけど、いやちょっと使ったのか。そういや、うん、あ、おいちゃん遅かった。さあ投げて、さあ固めて中段見えない、割られていく。しかしゴムを届かない。投げて投げと中段の柵を見せていく。おお、しっかりとゴムできる。中段ジャンプしてる。いて痛くね。さあ画面端のコンボできない、覚えてないか。さあ惑わしながら角度を垂らしていく。さあトカゲを設置しながら暴れたところを立ち火で勝っていく。一応ビフリでいいのかな、あれは。うわー、大事故大事故。あ、でもちゃんと当たってませんでしたね。ちゃんと当たってたら5000減ったのに。5000、4500だっけ。ちょっとやってくんだ。うん、さあトカゲを消されて裏当たり届かない。うん、早い。さあヤクタトスが消えて我慢していくよ。さあヤクタトス出てくるがまた消えてしまう。変だけでワンセット。これはさあ投げ返していく。これねしょうがないね。うん、しょうがない。攻撃行動する。さあ読んでる、独身しろ。あーちょっとコンボをちょっと見せた。ディレイ遅すぎだ。さあジャンプで投げられておしまい。ということでアナン2号の勝ち、おめでとうございます。なんと機械だ。どういうことだ。このような怪物を生み出してまで一体何を得ようという。じゃあ次どうしよう。じゃあ自分と白木さんで、あ、最初はグーじゃんけんぽい。はい、だけです。チェイチェイチェスト。いやさ、触ってたでしょあんた。ベルホン練習してたじゃん。いやひどい。俺よりコンボできてたはずなのに。さあちゃんとキャラ整理してる3人のうちの2人。ちょっともぎちゃん遅いよ。邪魔をするならファーストクローズディバイド。まるで聞いてない。それはどう逃げ回り。まるで、あ、やばい、ごめん、実況してなかった。話聞いてたら、あー、ダメだね。もう体力が1割しかない。大丈夫、イミニトラスティングで調整ない、何もない。開幕パーフェクトで選手していくのはな、次号。さあ2-2、確かあれ2ビーかなんかに負けると思うよ。負けなかったか。さあ VO 中下卓中段。さあ見えない。さあちゃんとテイクリス。あーゲッサリない妥協してもよかった。 3Bはい、あれあれあれ、よかった、いい選択だったのに。ついてた。あー、ツンツンするんじゃ。でもほぼ安い。と逃げから、待って、ぐちゃぐちゃにしていく。
はい、勝ったのはアナン。だっせー勝ち方だったな今の。最後ぐらいしゃっきりしろよな。俺じゃね。